ですね RX7 そして RX8、はい、現物ということになりますが、見ていきましょうか。7から見ますか。はい、そうですね、はい、7の方から。後期のモデルですね。そうですね、はい、後期ですね、はい、あの前期はこれがなかったんですよね。ない、ないです、ね、あの一番最初はマークがですね、実は、はい、マークがマスターマークじゃなくて、ああそうか、アンフィニだったんです。ああそうか、はい、91年はね、それから97年にマスターに変わったんですけれども、はい、ああそうか。でそれどういう理由があるんですか。あのアンフィニが出た時はマツダが5チャンネル体制ということで、はい、国内の販売を強化するためにですね、はい、ブランドを5つ増やしたんですよ。マツダがあり、あでユーロスが生まれね、はい、アンフィニがあり、オートザムが生まれ、はい、オートラムが生まれ、はい、それで5チャンネルして台数を増やした。大変な時代でしたよね。そうです、はい、その時にでも結果としてうまくいかなかったですね、うん、だから97年に元に戻そうと、ブランドはきちんと統一すべきだということで、うん、マスターに戻して、この、あ、なるほどね、あのこれ羽ばたくというですね、マスターの M じゃなくて羽ばたく意味を込めて、未来に羽ばたくという意味でこういったマークを採用して、97年から新しいマスターに。これはR7 の前期モデルと、これも最終モデルじゃないですか、はい、エンジン的にも変わってるんですか。エンジンはですね、最初はあの7っていうのは実は1型から6型まであるんですね。お客さんの中ではもうそういう呼び方されてるんですけども、はい、うん、1型は実は255馬力だったんですよ、うん、で最終型の6型、まあ、正確に言うと5型で280馬力に変わるんですけども、うん、そういうふうに毎年ですねパワーを上げてスポーツカーの進化を遂げていくと、うん、そういったことを7はずっとやってます。デザイン的にもね、かっこいいですよね、はい、めっちゃかっこいいですよ。これはあれですよね、ホイールは違いますね。この、後期型になって、うん、実はホイールサイズがフロントとリアで変えたんですよ、はい、これもなかなか普段できないことなんですけれども、なるほど、スポーツカーなので やろうと。あれですよ、標準だったの。これ違います。これは純正でなくて、ね、お客様が、作られてますけど。いやでもこれ程度いいですよね。いいですね、この車。これ良すぎますよ、はい、これはオプションだったんです。いや、これは純正です。あのスポイラーは実は3種類ありましてね、うん、最初がいわゆるバットマンタイプといって、うん、ここに足が左右に2本ずつ、はい、ちょうどあのバットマンのような形してたんで、はいはい、そういったホイールがあって、初期型って、はい、なかったですよね。ありました。 あるのとないのがあるんです。そうですよね、 R グレードっていうのがありましたね。それはもうちゃんとスポイラーがついてる、うん、なんかこれない方が品があったよね、うん、あのこれがこのなんかラインがかっこいいのに、はい、これがあることによって何のこっちゃって感じで。まさにテリーさん、それはね、本当ツーのツーのご意見で、初代が出た時に何もスポイラーもついてない形が実は X グレードとかね、 S グレードっていうのは何もないんですよ。ないですよね。で R グレードという少し走りに振ったグレードだけがスポイラーがついてる。コーナーが安定して速いんですよ。わかるんだけどもデザイン的なことを考えると、これ例えばポルシェの928なんかもそうなんですけども、そうですね、みんな後からこれをつけて、で結局最終振り返ってみてオジラルが良かったんじゃないかってみんな言い出したし、特にねこのテールのこのなんていうかな、何のなんていうのかな、美しさ、クロームを使わないでさ、うん、ブラックアウトのような感じでね、そうそう、この本当にかっこよかったんで、こんなの世界になかったですよ ね、 ないですね、はい、これすごいと思ったんですよ。でもこのウィングをつけたことによって、なんだこれ、普通の車になんか引きずり戻されちゃったって感じがして。いや、そうでもなくて、やっぱりスポーツカーなので、やっぱり速さ、安定性っていうのはね、どうしても追求しないといけないんで、やっぱりデザインがいい、デザインが、デザインを優先しなくちゃいけないのに、戦いが始まりましたね。買ったこともないくせに余計なこと言わないでくださいよ。いや、でも僕は実はこの RX、この前のモデルも乗ってるんですよ。本当に？そうなんですよ、僕。で、これもなぜ、僕これね、実は予約したんですよ、当時。はい、あの思ったんですけども、はい、高かったんですよ。高いですね。高いですよ。370万ぐらい、はい、400万近かったですね。400万ぐらい、うん、で、あの頃まだ僕はそんなにお金がないから、うん、でね、なかなか来なかったんですよ、これあの注文してから。注文したから。で、その間にそんなにお金がないのになと思って断ったことなんです。あ、そう。ものすごい僕は思い入れがあったんですよ。それで僕は黄色を、あ、黄色ですか。黄色を発注して、もちろんこれがないやつ、うん、世界でこんなにかっこいい車なかったですよ。かっこいいよね。宇宙船みたいでしたよ。だから僕なんかもこの方はオーナーになりましたよ、うん、かっこいいんだもんだって。いいですね。だけどこれはね、うん、燃費がめっちゃ悪かった。そうそうね、
走りましたからね。4キロぐらい4キロ、5キロ、うんうん、あ、普段乗りすれば、僕もこれ乗ってましたけど、普段乗りすれば6キロぐらい走るんですよ。で少し我慢して乗ればね、8キロぐらい行くんですよ。でもやっぱり良くもないですよね、その燃費、ね、そう踏んじゃうんだよね。踏んじゃうの、踏みたくなってしまうんですね。この音をね、こう周りの観客に聞かせたいわけよ。なるほど。綺麗、ほら、こんなところにこれあってね、はい、なかったね。そうです、空力考えてますよね、うん、最近車見るときにルーフに必ず線がありましたよ、ね、今の車ね、あのモヒカンモールって言うんですけど、うん、それは作りやすく、ね、作りやすくするためにサイドのパネルとルーフをくっつけてるんです、そこで、うん、でも当時はそういうことをするとスポーツカーが台無しになるからね、これはそういったものを全部なくと、つまりセブンって見てもらったことにパーティングラインがないんですよ、どっこにもない、うん、全部曲面で作ってある、ね、でこの車はこれ実はここですね、作るときは切ってるものを合わせて人がロー付けして磨いてるんですよ。そういった手のかかるような車の作り方してる。これって売れたんですか？売れた、売れましたよ。売れた、ね、タワーバーはね、割とつけてる人多いね。これはもうあの純正でこのタワーバーがついてます。純正で、しかも赤にしてね、こういったものをこだわってこのエンブレムもつけてやってます。このエンジンは実は最初255馬力の設定をしましたけども、当時その時はもう Z とか GTR とかね、 NSX もいましたし、全部280馬力だったんですよ。でも我々はこの車は絶対パワーじゃなくて、大事にしたいのは車自身の軽さだから、運動性能を高めたい。だから目指すべきは最高出力じゃなくてパワーウェイトレシオをね、5キロと、うん、ということで車両重量をとにかく軽くするようにしました。1250キロで作ってパワーウェイトレシオを5キロを切るために255馬力、うん、結果としてある車グレードはパワーウェイトレシオ 4.9 までできたんです、うん、だからとてもだから走り、だけ早く走るのなくて、サーキットとかワインディングに行った時ね、この車が自由自在に操れるように、そうした軽さと運動性能を両立させるエンジンにしよう。ある人、あ、このエンジンヘッドがないじゃん、シリンダーヘッドがないとかね、おー、でこのエンジンは特に 13B のシーケンシャルツインターボといって、はい、ターボが2個ついてるんですよ。ツインターボ で大きなターボ1個じゃなくて、比較的小さなターボを2個つけることによって、低速から高速までつながりが良くてですね、レスポンスを良くする、そういったあの技術が入ってます。これはいい車でしたよね。この車は、うん、僕たちがセブンでずっと培ってきて、うん、セブンが実は2002年の8月に生産を終えるんですね、うん、でもその時に僕たちは悲しむことはなかったんですね、うん、それが次の年2003年にはもう8が出るということが分かってましたので、この車をこのエンジンを待ちました、うん、で13B のシーケンシャルツインターボに対してこの8は実はターボをやめてですね、 NA にしたんですよ、ノーマルアスピレーションで、はいはい、で7が8000回るんですけども、この8は9000回そうと、うん、でレネシスという新しい機構を盛り込んで燃費と走りをね、両立させよう、そして車としてはやっぱり4人乗れるスポーツカーにしよう、うん、4人乗れることによってやっぱりお客様が増えるんですね、うん、お客様が増えないとロータリーエンジンを作り続けることが難しいので、うん、4人乗りのスポーツカーを作って世に売り出そう、うん、なんでターボやめちゃったんですか？燃費を考えるとやっぱり、うん、ターボってやっぱり燃費悪いんですね、うん、でこれまたね、このなんかドアの開け方がね、観音開きね、ほらこういう風に、うん、本当だ、ね、これはだから4人乗りのスポーツカーを作るときに、うん、後ろにもきちっと人を乗せたい、うん、しかもデザインも良くしたい、うん、その時にどういったパッケージをしたらいいのかということで、うん、こういう風にこれいいですよね、うん、フリースタイルドアって言うんですけどね、こういう風にして乗り降りが非常に楽になったし、楽ですね、この、うんうん、これは楽ですよ、うん、これいいんだよ ね。セブンとは少し違いますよね、違いますね、全然違う、スムーズにスルスルっとかかった、いや全然軽い、なんか排気量ちっちゃくなったよな、うん、音、あの NA 独特のやっぱりレスポンスの良さ、うん、で9000まで回すので、はい、やっぱりローターも軽くしたりバランスもよく取ってあるので、はい、滑らかさはこっちの方が
違いなく音が滑らかです ね、 こっちも、うん、いやこっちの方がエンジン軽い、まあね、いやこれ走りも軽いですよね、うん、これは燃費はどのくらいですか。燃費はこの車は高速道路を走ると10キロ行くんですよ、うん、4人で子供を後ろに乗せて走るんですね、うん、この車、ね、セブンってそれだけじゃないですね、2人で、2人だけだよね、うん、2人というかむしろ1人でしょ、うん、この車って売れたんですか。あ、8も最初売れました。あ、この8は実は家族持ちが買ってくれたんですよ、うん、スポーツカーを乗りたい家族、2人乗りでは子供が後ろに乗せられないからね、うん、奥さんが反対してる、うん、でもこの車だったら子供乗れるよって言ったら変えたんですよね、うん、だからそういった意味でお客様の層も変わってスポーツカー好きのお客様がこの車をすごく買ってきました、うん、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございます。さあ今回はですねこのマツダのロータリーエンジン搭載車いろいろ見ましたけれども、うん、いかがでしたか。復活してほしいね。あ、いやもう本当にもうさ、うん、こういう、 もうサバンナの時代からずっとマツダ頑張ってきてさ、うん、俺らみたいな走り好きはもうコーナー命みたいな車作ってくれてありがとうで、うん、だけどジャーナリストにはボロクソ叩かれてるわけよ燃費悪いだろなんだかんだろって乗らなきゃいいだろうって、うん、ね、俺の責任は燃費なんか夜昼働きゃなんとかなんだよっていうのがあったの本当に。なるほど。でそういうので、うん、このサバンナの RX3 もセブンもそうだし乗ってきたけどやっぱねこう今こうやって販売がな終わって10年経つわけじゃない、うん、でも世界中で今さ、はいはい、そのロータリーの火が燃え始めたわけじゃない、うんうん、ね、うん、そのロータリーってやっぱ乗りたいなっていう世界中の人がさ、それで今こんな金額になってるわけじゃない。確かにそうです ね、 さっき見たあの後期型の RX7 なんか今も本当にあの程度だともう1000万ぐらいするからね。 それくらい本当に今評価されてるロータリーエンジンって。そうですね、あのもちろん僕たちお客様の期待があるんで新しいロータリーエンジンの誕生をね願ってる反面やっぱり僕たちが作ったロータリーエンジンをまだたくさんのお客様が大切に乗ってもらってるんですよ、うん、その人たちのことを考えるとやっぱり長くずっと乗ってもらえるようにね、うん、きっとちゃんとサポートしないといけないし FD はまだ国内に1万5000台いるんですよ、うん、コスモスポーツは1174台作ったけどまだ470台ぐらい半分残ってるんですねまだ、うん、それくらいたくさんのお客様が大事にロータリー車を愛用してもらってるんで、うん、あの本当にその人たちに僕たちはパーツの供給とかね、パーツもまだあるんです。それは嬉しいね、うん、そういったことをあの踏まえて大事に乗ってもらうこと、それがやっぱり車を大切にして家族のようにね愛情を持ってやってもらえる、その日本のちょっとおこがましいかもしれないけど日本の自動車文化にね貢献したいなと、うん、そういうふうに思ってます、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。